北部方面隊は陸上自衛隊の方面隊の一つである防衛大臣直轄にあり北海道全域の防衛警備や災害派遣等を担任方面総監部は札幌駐屯地に置かれている北部方面総監部庁舎北部方面隊はニコ師団及びニコ旅団を機関兵力としており艦内には28個の中屯地10個の分屯地4個の 地方協力本部が配置されている。陸上自衛隊唯一の機構師団である第7、師団を参加に持ち、特に冷戦期は、対素戦略の最前線部隊として重視され、戦車の北天事業に伴う、本州、九州の戦車部隊からの一部転属、新装備の優先配備などが行われ4個師団、人員5万人、戦車600両、下方400門、両の規模を有していた。 冷戦終結に伴う直接的脅威の減少及び中国軍の近代化に伴う西方重視の傾向が強まっていることから蓄次人員及び装備の縮小が進められている。北部方面総幹部及び道付中隊、北部方面会計隊、北部方面観察隊、北部方面資料隊改編、北部方面調査隊、北部方面通信隊、北部方面音楽隊が、 編成完結。北海道地区補給所を霊下に変合。第11師団を、第11旅団に、第3施設団を、北部方面施設隊に改編。第11師団霊下の1個対戦車隊と、普通家連隊1個中隊を統合。方面直轄部隊として、北部方面隊終停対戦車隊を進編。方面総管直轄部隊である、第三百一保安中隊を、 北部方面刑務隊霊下に編成開始、第301保安刑務中隊に改編。第2師団及び第5旅団の改編。北部方面教育連隊を北部方面混成団に改編。第52普通科連隊を進展。北部方面総幹部は札幌市中央区の札幌駐屯地にある。ありがとうございます。